今日は12月の18日の月曜日です。ハボタンの花を描きます。今日はお正月の時によく飾るハボタンの花を描いてみましょう。ハボタンのお花のところをデッサンしています。ハボタンのお花を1つ2つこちらに押さえていますので、ハボタンのデッサンができましたので彩色に入ります。ハボタンの赤紫のような色を塗っていきましょう。真ん中が赤紫のような色をしていますので、今それを塗っています。周りは少し黄緑のような色をしていますので、薄い黄緑の色を塗っていきます。お花の周りのハボタンのグリーンの色を今塗りました。これでハボタンの絵が仕上がりました。